武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は佐賀大学の入試について話していきたいと思います。佐賀大学ですが、まず2016年に、文化教育学部が改装され、教育学部と、芸術地域デザイン学部、こちらが、設置されました。で、まあ、それに伴い、まあ、いろいろ、変更等ありましたが、入試科目、については、まあ、大きな変更はなくですね、もともと、文化教育の時にあった、そちらに当たるようなものを、まあ、割と踏襲しているような形となっております。で、佐賀大学、センターのパーセンテージに関しては、だいたい6割中盤、から後半程度の、学部が多くで、医学部、医学があるので、こちらもやはり8割後半も、できれば9割、で、まあ、理系の学部は若干パーセンテージが、まあ、数パーセント程度、文系と比べると落ちるところが多いかなと。まあ、二次の配点がその分ちょっと高くなるような形ですね。そんな佐賀大学ですが、入試科目それぞれの勉強法ですね。英語、数学、国語、物理、化学、総合問題と小論文、それぞれの科目について話していきたいと思います。